マリーンズ is you。 今日も負けちゃったね。スウィンガーです。10-3。これはね、ちょっとね、呪われてるな。だって今日さ、9回以外はさ、なんで負けてるのってね、思いましたよ、ぶっちゃけ。まあ最後がね、勝てそうな試合をまあ、ぶち壊ししてしまったんで、まあ、そこはちょっと後で切れていきたいなと思いますが、これでね、今シーズン、まあ、初めての、まあ、5連敗となってしまいました。暗黒ロッテが戻ってきた感じがね、しましたね。今日の戦いを見て。結局今日もオリックス勝ったことによって、首位とのゲーム差が広がってしまって、おかげさまでソフトバンクでも勝ってしまいましたので、下手したら3位転落してしまう可能性が、十分あり得ます。はい。このままじゃね、大変なことになるので、早くね、チームをね、明るくして、流れ変えていきましょう。はい。まあ、とりあえずまあ、今日の試合振り返っていきましょう。今日の先発ピッチャーは、久しぶりの一軍登板となります。三馬投手でした。まあ、結果的にね、7回途中、100球、4失点してしまいましたと。4回の表、ワンアウト1、3塁の時に、村上選手の、ま、1点、セカンドゴロの間に1点を先制ということで、ま、1対0と、今日もヤクルトが先制をしてしまいますと。はい。からのサンタナの、レフトへのタイムリーツーベースで、2対0。はい。あー、重い。苦しい。そしたら、ポランコ選手の、スタンド上段のライトの下ぐらいに当たったのかな？特大ホームラン！パワー！なんかホーム開幕戦の、日本ハム戦のポランコ選手のホームランを思い出しましたね。まあ、あの時も、ビハインドからのポランコ選手のホームランだったんで、もうこれは逆転いけるかって、ね、思いましたよ。そしたら、6回の裏、中村宗吾選手の、まずはライトへの犠牲フライを打って2対2と同点。さらに、安田選手の、ワンアウト満塁になるんですよね。ワンアウト満塁から、今度は安田選手、犠牲フライ、3対2と勝ち越しに成功。やっぱね、ゾゾマリンは、なかなか負けないチームだと、証明してくれました。これでね、なんとか、三馬投手、1イニングに投げ切って、8回、9回、西村選手、増田選手に、繋いでいこうじゃないかと、思ったら、そうはいきませんでした。先頭バッター、打ち取ったんですけど、まあ、フォアボールが、結果的に、まあ、痛手となったのかなと、オスナ選手の、レフトのツーベース、そして、内山選手の、ライトへのタイムリーヒットで4対3と逆転してしまいます。はい。内山選手の逆転タイムリーの時俺ね、見てないよね。電車で寝とったんで、ごめんなさい。いつの間にか起きたら逆転していました。はい。なんでって。What？ ってなったね。はい。携帯を、投げ捨てようかと思いました。さらに8回の表、今度は岩下投手に代わって、サンタナ選手のツーランホームラン、6対3。これもなんでってなった。うん。別に、岩下選手、攻める必要性ないよね。うん。なんかよくわかんなかった。まあし、まだわかんないなって思いました。ギリね。で、8回の裏に、全く点が取れなかったのが、まあ、かなり痛かったかなっていうのはありましたね。はい、で、問題の9回。ヤギ。お前もいらん、一軍に。うん。以上。はい。って感じで、今日の試合は、終わってみればね、10対3と、大敗。今日も結局、椅子に座って、試合の総評することができませんでした。はい。はい、今日の試合は、こんな感じです。はい。なんだ岡田選手が勝って、三馬選手が、未だに今年入ってまだ勝利がございません。去年、チーム唯一の二桁勝利なのにね、
どういったことでしょう。あ、そうそう。これ最初ね。そう、実はね、毎年5連敗してるんですよ。A クラスになった年も、B クラスになった年も、なんやかんやね。まあ、2021年、直近の A クラスだと、いきなり開幕5連敗してますから。で、2020年も、実はね、5連敗してるんですよ。はい。そうそうそう。で、まあもちろんね、あ、そう、下克上の年も5連敗してます。はい。なんなら7連敗ぐらいしたのかな？9月ぐらいに、そう。あの時も確かね、K スタにめっちゃ弱くて、めちゃめちゃ負けてたイメージだった。下克上のロッテの時も。はい。そう、だからね、5連敗まではね、まあ射程範囲ない。まあ悔しいけど。はい。で、6連敗以降になってしまうと、井口監督初年度の、18年に6連敗、7連敗した時がありましたから、言ってしまえば明日から勝負です。はい。なので、切り替えていきましょう。早急にね。はい。っていうのもあって、次、怪我人を早く戻ってこい。荻高が欲しいし、藤原選手も欲しい。藤原選手まだ2軍で出てないからね。うん。早急にね、復活してほしいですね。はい。し、先発ピッチャー、種市選手が今リフレッシュで登録抹消中なんで、個人的にはね、河村投手復活してほしい。河村投手結構ね、いいピッチャーなのよ。長身で、ゴリゴリ上から振り下ろすスタイルで、ストレート速いし、フォークボール、落ちるときはめちゃめちゃ落ちるんで、でも謎に怪我をするっていうね。まあ、去年手術しましたけど。河村投手のね、活躍次第ではね、またロッテ浮上するんじゃないかなって個人的に思ってます。まあ、とりあえず怪我人ね、早く、一軍で、復活してください。はい、3番目。アギは、明日から浦和に行ってください。お願いします。理由は簡単です。とりあえずヒット打たれすぎ。はい。今日ね、先頭バッター打ち取るんだけど、そっからヒット打たれすぎ。はい。9回だけで40球はマジで投げすぎやし、ヒットボロクソ打たれて4失点した後に村上選手のフォアボールはマジで意味がわからんかった。うん。本当に意味がわからんかった。2軍では三振ばっか取るけど、1軍で三振取らないと意味がない。はい。もうね、去年と何も変わってないことが分かりましたし、敗戦処理もされてないのが、分かりましたと。はい。まあ、これはね、パ・リーグでも通用しないので、早く、浦和に、行って、もっともっと、精度を高めてください。はい。イライラを通り越して、ちょっとね、唖然としました。はい。以上です。最後、切り替えていこう、明日。うん。もうね、これ以上ね、マイナスなことを言ってもね、始まらないと思うんで、明日なんだ？メルセデスか。ベンツはね、いい時は本当に計算できるんで、し、勝ちパのピッチャーは一日休みもらったようなもんなんで、切り替えていきましょう。はい。し、明日大ちゃんが元気か。まあ、今年ね、結構勝ってるみたいなんで、まあ、期待できるんじゃないかなと。はい。6連敗したらね、ちょっと怪しくなるよ。本当に。2018年、17年に戻ってしまいそうな勢いなんで、明日、止めましょう。とりあえず。はい。5連敗は意外と、21年、20年もやってるんで、はい。まあ、そこまで落ち込まないように、ロッテファンの皆さん頑張っていきましょう。まだペナントレースまだまだあるんで、僕もね、明るく、行きたいなと思います。はい。以上、スインガー TV でした。